ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は筋金入りのプロレスファン竹脇無我について触れてまいります。ワールドプロレスリングで時折プロレス観戦しているところが映されるほど、竹脇無我は筋金入りのプロレスファンです。自身が出演する大岡越前ではアントニオ猪木がタイガージェットシンの腕をへし折ったアームブリーカーを取り入れるほどの熱心さです。ですので竹脇無我は熱狂的な猪木信者かと思いきや、実は違うレスラーがお気に入りのレスラーでした。竹脇無我のお気に入りのレスラーはハーリー・レイスとドリー・ファンクジュニアです。本人曰く体が大きくて寂しげな表情をしているレスラーに心が惹かれるようです。確かに2人ともいかにも竹脇さんが気に入りそうなレスラーです。竹脇さんが亡くなって10年以上が経過しますが、個性的で素晴らしい俳優さんでした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は筋金入りのプロレスファン竹脇無我について触れてまいりました。